さあ、後編くん、今回何でしょうか。今週の続きテーマはこちらです。先日紹介したのが俳優の高嶋政宏さんがハマっている YouTube 動画に関する記事。これに対してスタジオでは、大橋さん、何かお気に入りの動画ってありますか。あります。私、あの床屋のヘッドマッサージが好きなんですね。動画、そうなんです。で、気に入ってるのが埼玉市の上尾にあるんですよ。で、ヘッドマッサージ上尾で検索すると出てくるんですけど、おじちゃんがおじちゃんの頭をマッサージしてるんですけど、それがすっごい気持ちよさそう。どういうこと。それは感情移入、自分がされてる気分になれるということ。そうなんです。だから寝る前とかずっとおじさんの頭見てるんです。寝る前におじさんの頭の動画をいつも見ているという変わった癖をお持ちの大橋さん。そこで今回は上尾のヘッドマッサージ動画の実態を調査してきました。はい、ということなんですが、真鍋さんは好きな YouTube 動画とかありますか。最近なんか作画してる時に、お笑いの人の ラジオのやつをちょっと違法なのかもしれないですけど、聞くのがすごい好きで。へぇ、はかどるんですか、やっぱり。そうですね、サンドリで深澤さんがやってたやつが面白かった。神回ってやつですよね。ありがとうございます。はい、ではご覧ください、続きベスト8。大橋さんがハマっている動画とは一体どんなものなのか、それがこちら。このようにおじさんの頭がひたすらマッサージされるだけの動画。地味というか。しかし街の人に見てもらうと、もうすごい、なんかめっちゃ気持ちよさそうで楽しいなと思います。見ててリラックスできるような感じはあります。気持ちいいですね。なんかだんだん心地よくなる感じがする。ずっと見てたら眠くなりそう。このように気持ちよくなるという声が多数。ネット上でも繰り返される単調な音が眠気を誘うと注目されているんです。その再生回数はなんと61万回。ものすごい人気なのです。この動画、どんな目的でアップされているんでしょうか。投稿主のもとへ向かいました。あれですかね。美容室プライムハーツ。動画を撮影したのが、よろしく、店長の石塚さん。この動画って何なんですか。普段営業でやっている、カットをしてシャンプーをしてマッサージをやっているという、本当その普通のマッサージ動画です。カットの工程の最後で必ず行われるヘッドマッサージを撮影したもの。なぜそれを YouTube にアップしたのでしょうか。女性のお客様がやっぱり非常に多いということで、男性の方に来ていただきたい。で、やはり男性のこのヘッドマッサージっていうのは結構気持ちいいものなので、結構そういったニーズもあるなと思ったので動画を上げさせていただきました。男性客を呼び込むのが狙いだったんです。とはいえ、一見ただのおじさんの頭。正直、あの動画こんなにバズると思ってました。いや、正直自分でもびっくりするぐらいで、あそこまで、まさかあそこまで上がるとは驚いています。今まで僕何十年もあの仕事をやってきた、ただそれを上げたって感じ、感覚だったので、なぜあれが、僕もまだクエスチョンです、疑問です。はい、無意識で生まれたこのヒット動画、眠れない時に試してみては。ちなみに YouTube 上にはたくさんの眠気を誘う人気動画が。そこで数ある眠くなる動画の中で何が最も眠気を誘うのか調査することに。今回協力していただくのは、埼玉県の老人ホーム、行田グリーンホーム。検証方法はこちらにいらっしゃる5名の方に眠気を誘う動画を見ていただき、そうかも、映像
どの動画が一番早く眠りにつくかを調査します。時計仕掛けのオレンジじゃない。ヘッドマッサージ動画に加え、エントリーナンバー2、よくやるね、熱帯魚の動画、再生回数68000回。続いてエントリーナンバー3、焚き火の動画、再生回数99000回。そしてエントリーナンバー4、ただ2時間カウントダウンするだけの動画、再生回数132万回。そして最後はおっかねえな、こんなでかいアルマジロを蛇が、あの細い体がどんどん伸び込むのを見てから眠りに入りました。ということでエントリーナンバー5、蛇がワニを丸飲みする動画、再生回数1億1000万回。これら5つの中でどれが一番早く眠くなる動画なのか、それでは検証スタート。すると5分が経過したところで、ある変化が。まさか。カウントダウンの男性が数字に合わせて指を上下運動。さらに、ヘビ動画の男性が足をもじもじさせ始めました。眠くなるどころが覚醒してしまっているのでしょうか。さすがにカメラの前では眠くならないのか。そのまま10分が経過、すると一番早く眠くなる動画は水槽で熱帯魚が泳ぐ動画でした。はい、ということでしたが、皆さんいかがでしょうか。老人ホームでやらないでくださいよ。本当に申し訳ないですけど、真鍋さん、はい、ちょっといろんな検証もありましたが、はいはい、いかがでしたでしょうか。ヘビの丸飲みが一番好きでした。あれか、アーティストタイプが割とこういうの好きなんですよ。でそれこそ岩下さん、ヘッドマッサージついにね、ですか、あれどこが終わりでリラックスできるのかしら、わからない。音もね、音がすごい心地いい。特に好きなポイントってあるんですか。はい、あの後頭部をシャカ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 ってやってる、あの音が絶妙な音なんですよ。あれちょっとちょっと出せないですよ。再生回数がね物語ってますから ね、 ね、焚き火なんかもね、かなり、まあ、良さそうでした ね、 ですよね。はい、本当にご協力ありがとうございました。以上、追跡メッセージでした。はい。